女は一人の男にのめり込んで殺人を犯し、女の20代を潜伏生活に費やして逃亡を続けていた指名手配犯増田知恵。来て私と話してその日に殺してるんですから、ですからしか憎たらしいんです。あの人そのまま逃げ続ければ時効を迎えたかもしれない。しかし逃亡9年目にして女は突然自ら出頭した。一体なぜ。ここに裁判の冒頭陳述書がある。初めて明かされた逃亡生活の驚くべき事実。被告人は売春等によって生活費を稼いで生活していたが、出頭することを決意し、さらに売春をして福岡県内に戻るための交通費等を稼いだ。増田知恵逃亡9年目の出頭、その訳は。1990年12月28日福岡県田川郡赤池町、焼けた車の中から男女の遺体が発見された。男は白石勤さん当時27歳、女性は影西幾代さん当時20歳。車の中に遺書らしきメモが残されていた。セックスがしたくて女を誘ったらバカにされたのでやってしまった、許してください。地上の果ての無理心中、当初はそう見られていたが、一転保険金目当ての偽装殺人に。そして容疑者として浮かんだのが小田義勝当時43歳、そして増田知恵当時20歳、二人の男と女だった。結構目立たない的な存在なんでしょう。目立たなかった女が23歳も年上の男によって変貌を遂げた。その男小田義勝、定職を持たず金を稼ぐ手段は犯罪。何度も刑務所に入り、この事件の時も1年前に出所したばかりだった。当時の小田を知る女性に聞いた。とっても紳士で男らしくて顔もいい男だし、優しくて思いやりがある人、もう全ていいですね。私たち女性から見ると全ていい人だったですね。で向こうで何か大きいお仕事するっていうんで、もうじゃあ頑張ってきてねっていう感じで。その大きな仕事とは、会社を設立して従業員に保険をかけ、その従業員を殺して保険金を騙し取るというものだった。そしてもともと従業員として応募してきた増田知恵を社長に置いた。当時二人はどんな関係にあったのか。冒頭陳述書にはこう記されている。被告人は小田に呼び出されて競艇場等に行くなどした上、小田と肉体関係を持ち同棲するようになった。小田に惚れた増田は共犯者に。そしてその計画は、保険をかけた従業員を殺し、テレクラで見つけた男を犯人に仕立てるというもの。そこで従業員として応募していた影西さんに、増田を受け取り人とする災害死亡時1億円の経営者大型保険がかけられた。90年12月25日クリスマスの日、計画は実行された。増田があらかじめ約束をしておいた影西さんを車に乗せて小田が待つ場所へ。いきなりバットで殴られ、ナイフで首を刺された影西さんは何もわからないまま亡くなった。そして増田はテレクラに電話をかけ、その電話を偶然取った男性を呼び出した。それが白石勤さん当時27歳。小田は白石さんに包丁を突きつけ、わしの言う通りにかけと脅した。セックスがしたくて女を誘ったらバカにされたのでやってしまった、許してください。そう書き終わると、小田は白石さんの首筋に当てた包丁をそのまま突き刺した。白石さん絶命。二人の遺体は一緒にされ、無理心中を装って車ごと焼かれた。当初は小田と増田の計画通りに進む、完全犯罪。しかも増田は何食わぬ顔をして影西さんの弔問に訪れていたのである。
最初はね、私にこう言いましたよ。犯人見つかりましたか、聞いましたよ。あの子がこうしたところは座ってね、じっとこなしておれんと思いますよ。こう振ろうと思いますよ。けどあの人そんなことなかったですよ。増田は私たち来たんでしょ。来て私と話してその日に殺してるんですから。ですからしか憎たらしいんです、あの人特に憎たらしい。しかし事件は発覚して2人は東京へ。増田知恵21歳、一人の男にのめり込み、殺人の共犯者となってもはや地獄を共にするしかない運命だった。小田が侵入等、被告人がテレフォンクラブを利用した売春をして生活費を稼いだ。男は強盗、女は売春。地獄の闇でもがく二人が身を寄せ合って逃亡生活を続けた。しかし運命の糸を結び合う殺人犯の二人に別れがやってくる。逃亡3年目。被告人は当時小田と南浦和駅の構内で待ち合わせをし、もし小田が来なかった場合は逃走するように言われていた。増田は待ち続けた。次の日もまた次の日も。しかし小田は現れなかった。俺が来なかったら一人で逃げろ。それでも待ち続けた増田。そこへ新聞の報道が。小田強盗で逮捕。増田は一人で逃亡生活を送るしかなくなった。テレクラを使って売春をしながらひたすら身を隠し続けた。そんな中、小田は保険金殺人でも起訴され、増田の行方が追及された。しかし小田が口を割ることは一切なかった。男との愛に落ちて事件を起こし共に逃げた。でも今はただ一人、二度とない女の20代を逃亡生活に費やし、売春で稼ぐ金で命をつなぎながら、増田知恵は29歳になっていた。今年3月、小田義勝容疑者の死刑が確定。そして増田は出頭することを決意する。被告人はさらに売春をして東京都内周辺から福岡県内に戻るための交通費等を稼ぎ、福岡県内に戻った。増田は一目家族の姿を見ようと実家の前までやってきた。しかし結局家族に会うことはできず、足を警察署に向ける。そしてその途中、公衆電話から実家に電話をかけ、留守番電話にこんな言葉を残したのである。知恵です。長い間ご迷惑かけてすいません。今から出頭します。出頭した後、増田は取り調べに対してこう供述した。小田の死刑判決を知り、自殺しようか迷いましたが、小田が事件について曇りのない気持ちになったのだなと思い、出頭する気になりました。小田の死刑が決まり、出頭したのはどこまでも一緒だという一途な愛の証なのか。しかしそんな二人は罪なき人の大切な命を奪ったのである。